さあ、沖縄ミュージックジャーニー7月15日放送分のアフタートークということで伊礼秀一さんです。イエーイよろしくお願いします、はい、まあ、お疲れ様でした。お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした、はい、いやもうたっぷりね、伊是名島の魅力から、はい、こうね、少年時代のやんちゃな部分まで、はい、たっぷりとね、お伺いしましたけれどもね、はい、本当に伊是名島っていいとこですね。いやそうですね、うん、何もないですし観光地でもないですけど、はいはい、でもこう人と触れ合ったりとか、うん、ゆったりしたこう時間の感じとかは、うん、やっぱ那覇よりも、うん、那覇とかこの沖縄本島にいるよりも、うん、相当こういい感じで、ね、はい、旅ができるんじゃないかと思うんですけどね、はい、どのぐらいの割合で帰ったりしてます？うん、そうですね、年に多分4回くらいですかね、3、4、4、5回は帰ってます。島の友達とかこう会ったりするとやっぱりこう飲みに入りますか？もう近くで飲みしてます。いつもって出始めない。あ、そっかそっか、沖縄本島にも、はい、ね、いたりもするんで。そうして、ね、結構那覇で働いたりするんで、はい、ね、あったりする。ね、伊礼秀一さんといえば7月の20日に、ね、はい、シングル CD をリリースいたしました、はい、タイトルは、明日にかける情熱です。はい、はい、ね、今回3曲入りということでプロデューサーが、はい、生間明さん。生間明です ね、 ね、はい、ね、サウンドも、ね、非常にいいんですけども、うん、熱いまたメッセージがこもった、ね、CD ですよね。そうですね、今回のもうこの CD、うん、CD というか、まあ、明日にかける情熱も含めてなんですけど、うん、やっぱり制作するときに結構やっぱり大変だったんですよ、うん、何が大変だったというと、やっぱりこう歌詞とか、はい、曲作りとか、はい、ね、今までずっと2人でやってきて、うん、今作り上げたものがあって、うん、そしてまた新しいところに行きたいなというやっぱり、うん、はい、目標がありまして、はい、そこをこの超えることができるまでが結構大変でしたね、うん、でもやっぱそれが今超えられて、うん、そしてまた新しく自分のこうカラーとか、うん、またいろいろ挑戦しながら、うん、できたので、うん、多分みんなに多分元気をね、うん、与えられる一曲になってるんじゃないかと思いますんで、うん、ぜひ聴いてみてください。ぜひ聴いてください、はい、で今タイトルとかこの辺に多分出てると思いますよ、はい、さあそしてね、県外でのライブも、ね、はい、あったりしますから。そうですね、ね、県内も含めて、ぜひね、今後もライブ活動をね、はい、頑張ってください。そしていい楽曲を生んでね、はい、皆さんに、ね、言葉をこう届けていただきたいなというふうに思います。はい、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました、はい、ラジオオンエア聞き逃した方はチュラウタウェブをチェックしてください、はい、2週間こう聞けますのでここら辺に出ています、はい、ということでまた来週カメラに向かって皆さんせーのジャーニー